끝난다. よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？わかった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
なし。そうね。おう、キリト。この層のアクティベート、済ませてきたぜ。90層到達ってことで、恒例の節目パーティーを開催します。皆さん、乾杯。乾杯。キリト、90層到達おめでとう。楽しそうだし、あたしも楽しい。それにお料理も美味しそう。どれどれ。それじゃあみんなにもお礼しないと。行ってくるね。おお、キリト、90層おめでとうさん。しっかり楽しんでっか。さすがに90層まで来るとよ、攻略の方も厳しくなってくるだろう。息の詰まる戦闘が続くわけだから、こんな時はがっつり騒がねえとな。でも喜んでくれてたみたいだし、よかったじゃない。そうですね、一緒にいると飽きないというか楽しいですし。
あの人。お礼を言われながら殺されかけたよ。逃げようとしたけどダメだった。ちょっと手伝ってくれないか。これを運ぶのだよ。もう一皿あるから頼むぜ。おう、激辛入りピザをまた作ってみたぜ。今回は量を増やして激辛も2つ入ってる。来たね来たね、楽しいイベントが。前回はひどい目にあったからな、今回はリベンジさせてもらうぜ。激辛当てたやつは前回同様、誰でも好きなやつに好きなことをさせられるってルールでいこうぜ。へえ、なんかすっごく面白そう。私も混ぜてもらっていい？おお、入れ入れ。女性は多い方が、いや、参加者は多い方が楽しいってもいいよ。気のせいだって。で、他は誰が挑戦する？ノリがいいな。そんじゃ激辛ピザのロシアンルーレット行っちまってくれ。うーし、そんじゃみんな自分の食べるやつを決めてくれ。決めたか？んじゃまた
みんなで一斉に食うぞ。いっせーの。外れたか。普通にうめ。みたいなこと言わないわよ。思ってたより辛かったわね。とはいえ私も当たりよ。さて、俺的には非常に不満の残る結果なわけだが、仕方ね。当たりの二人は誰に何をさせるんだ？素敵なのが来たね。っていうか、なんでキリトばっかり。そんなのダメに決まってるでしょ。いや、ルール上問題ないな。クラインは黙ってて。好きなことできるんでしょ。じゃあ私がキリト君の代わりになる。え、それは私とアスナがキスするってこと？それも面白いかも。じゃあアスナ、チュー。ちょっといきなり。これは。うわー。
スクのと同様に遠慮がないわね。